はい、皆さんおはようございます。3歳的タキトロンの6回目の授業を始めていきます。画面など見えてますでしょうか？大丈夫ですか？音も聞こえますか？はい、ありがとうございます。ですね、グラフの積と順動形という話を今日はしていくんですけども、その前に前回の残りの部分があるので、まあ、前回の復習もしながら、前回の残りの部分をやっていこうと思います。で、まあ、それもあるので、今日はですね、休憩2回やることにします。で、いつもはですね、休憩1回3分なんですけども、今日は休憩2回で、両方とも1分半という形にしたいと思います。で、初めの休憩までは、どう言えばいいですか、前回の復習の部分が終わったら1回休憩をするという形にしたいと思います。はい。で、前回は何をやったかというと、このクネーザーグラフって話をしてまして、まあ、そのクネーザーグラフを使っていろんなことをやっていたんですが、ですね、もう一度クネーザーグラフ復習するとこれですね。頂点集合は N 個要素を持つ集合から、K 個要素を選んできた集合を全部持ってきたもの。まあ、こんな感じですね。この場合は、これは、K が2で N が5の場合の例ですけども。で、その2つの、頂点がいつ辺で結ばれるのかというと、対応する集合が共通要素を持たない場合ですね。共通要素を持たない場合に辺で結ぶ。こういう形にしていたということでした。はい。で、これを KGNK と書くというのがクネーザーグラフの定義でした。はい。で、それで、このクネーザーグラフを使って、まあ、そのクネーザーグラフ間の順動形とかですね、そういう話をしていたわけです。で、ちょっとですね、前回やったところで間違ってしまったところがあったので、ちょっとそれを、修正というか、まあ、修正ですね、訂正しておくんですけども、どこかというと、これじゃないな。すいませんね。ちょっとすいません。こういうのは、前もってページを抜き出しておけば。ちょっと待って、なんか、操作が重いんです。ちょっと、いろいろ時間がかかってしまってすいませんが、順動形ないっていうとこなんですけども、順動形ないってとこですね。前回ですね、非存在性、順動形の非存在性の話をするところがあって、こういうのがありました。K 分の N が K プライム分の N プライムよりも真に大きい場合ですね。その時には、KGNK から KGN プライム K プライムへ順動形存在しないということを、で、まあ、これは正しいんですけども、証明が間違ってた。これちょっと、証明も間違ってるわけじゃないんだけども、いろんなことが間違ってるんで、それをちょっと訂正します。前回こんな感じのことを書いたんですね。で、ここに仮定よりってこれ書いてあるんですけども、これが間違ってるんです。すみません。今、ここに、この上まで、この行までは正しいです。この上の行までは正しいです。ですね。で、仮定から言えるのは、ここの、向きとか逆の不等号ですね。すみません。仮定は、どの仮定かって、仮定これなんですけども、これ、K 分の N が、K 分の N が K プライム分の N プライムよりも大きいってことなので、これは、だから、分母と分子を逆にすると、こうですね。K 分の、あ、じゃあ、N 分の K が N プライム分の K プライムよりも小さいってことですね。で、ここですね。これを使うと、これは、左辺が書けないです。左辺が、なんかちょっと反応が、IG、KG、NK で、右辺が I、KG、N プライム、K プライムになると。こういうことですね。なんかこういうことをちゃんとやらないから間違えるんですね。で、間違えたので、ここは訂正します。で、そうすると、で、ここで非準動形答えを使うっていうふうに言ったんだけども、前回書いたこの非準動形答えが間違っていて、ここは、不等号の、こちら側ですね。すいません。だからこれは、ここに書いた間違いから私が非準動形古代を何であるかってことを類推したら勝手に間違えたっていう、これ良くないパターンですね。ここでちゃんと非準動形古代をちゃんと間違えずに書いていれば、この間違いも気づいたんだけども、そうしなかったので全体的に間違ってしまった。だけども、証明の流れは正しいです。だから、ここの不等号を両方とも直せば正しくなって、全体的に証明も正しくなります。で、この結論も正しいという形になっています。で、これはちょっと前回間違ったところだったので、今、訂正します。はい。で、まあ、こういう非存在性、まあ、このような場合には、クネーザーグラフの間に非、順動形写像ありませんよっていうふうに言った一つの例がありまして、で、あとですね、最後の方でこの3つのパターンで、順動形写像は実際に存在しますよっていうことを言いました。
ました。ちょっと、ま、証明は、なんか最後の方で、急いでしまったかなっていう感じもあったかもしれませんけども、もう一度復習をしておいてください。で、特に重要なのはですね、この3番目ですね。なんでこれ3番目重要かっていうと、1番と2番っていうのは、ちょっとま、忘れてるかもしれませんけども、この左に比べてですね、右側、なんか書けないな、今日。左に比べて、右側の方が、このパラメータの値が大きくなってるんですね。だからなんかその小さなグラフから大きなグラフに、なんかこの順動形を、順動形を作ってるので、なんかこれは割と見つけやすいんですよ。割と見つけやすいですね。で、3番目は、この n と k っていうパラメータが n-2k-1 っていうのが小さくなってるんで、順動形ちょっと見つけにくいんですよ。で、まあ実際、これはあるんですけども、なんか、イメージは進まない。ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。だから、この大きなグラフから小さなグラフに順動形作っているので、見つけにくいんですけども、まあ、この場合は、できますよって話を前回対応の方でしたということになります。はい。で、ですね、これはちょっと今日使います。一番最後は今日使います。で、ですね、この話をして、で、その続きからやっていくんですけども、ちょっとうまく進まないっていうのが、よろしく。で、ここからが、新しい話になります。でですね、先ほど言ったその、パラメータが減る場合の順動計算を使うと、これがわかります。このクネーザーグラフの染色数に対する状態がわかります。何かというと、この N と K っていうパラメータを持つクネーザーグラフですね。まあ、N は 2K 以上としています。これ、前回の初めの方で言った通り、興味深いパラメータの値はこの場合で、そうじゃないと、グラフに変がなくなっちゃいます。なので、この場合を仮定します。で、そうすると、このグラフ、クネーザーグラフの染色数が N-2K+2 かってことが、先ほどの、最後の話からわかります。で、なんでかっていうと、これ証明なんですけども、次のように順動形の列が作れるからです。何かっていうと、K 字 NK というのがあったら、先ほどの最後のものは、この N と K を2と1減らす。ところにも順動形がありますよっていうふうに、こういうふうに言ったわけですね。で、これを続けていくわけです。今、N-2、K-1 というのがあるので、これ N を、の方を2つ減らすと N-4 になります。で、K の方を1つ減らすと K-2 になります。ですね。で、これどんどん続けていきます。で、これ K 回続けると、あるいは K 引く1回続けると、この N の方は N-2K+2 になって、後ろの方は1になります。1になるまで繰り返します。そうすると、この K の方のパラメータ1の場合って、これ実は、完全グラフと同型だったってことを、これ前回やりました。だからこれは N-2K+2 頂点の完全グラフなんですね。と同型なんですね。ってことは何を言ってるかというと、この、元々のクネーザーグラフから、この完全グラフに向かっていく順動形が存在するということがわかるわけです。この矢印が水性を持ってるんで。いいですね。ってことなので、何かというと、この N-2K+2 頂点を使って、クネーザーグラフが彩色できるわけです。N-2K+2 彩色可能であるということがわかります。で、染色数っていうのは、この解っていうのは、染色数っていうのは、その彩色可能であるような色の数の最小値だったわけなので、その最小値は、まあ、N-2K+2 以下ですよということがわかる。ということで、この状態が得られる。ということになります。これいいでしょうか。いいですか。はい。だから、まあ、この前回の最後にやった証明をそのまま追っていくと、この実際にこの N-2K+2 彩色も得られます。得られます。はい。でですね、長い間ですね、このクネーザーグラフの染色数が何なのかってことは、実はですね、未解決だったんですね。長いことというか、まあ、何十年か、未解決、十何年か、未解決だったんですけども、それはですね、その何年か後に、このロバース、一応、呼び方を書いておこうかな。ロバースという研究者、この人は実は有名な離散数学の研究者なんですけども、今となっては、まあ、当時も有名だったんですけどね、この染色数が何であるのかってことを、定めました。証明しました。で、実際この N-2K+2 に等しいってことを証明しています。はい。例えばですね、ここの例。これは、N が5で K が2の場合。
なので、この n マイナス 2k プラス1を計算すると、これ3になります。で、実際に、このグラフは、これクネーザーグラフですけども、3色で塗れて、2色では塗れない。ってことになるわけです。だから3色で塗れるっていうのはさっき言った通り、この n マイナス 2k プラス2頂点の完全グラフに向かっていく順動計算が存在するということと同一なんですけども、塗れない。この n マイナス 2k プラス2よりも小さな色で塗れない。小さな色の数で塗れないっていうのは、つまり、ここの書き方間違っていて、すいません。とかいろんな、ちょっとまた後です。n-2k プラス1頂点の、完全グラフには、順度計算が存在しないということなんですね。で、先ほど、というか、この講義の、まあ、テーマとしては、この順度計算がないことというのは、いろいろと大変なわけです。大変なわけです。で、実際に、このロバースはそれを証明したということになります。で、この証明はですね、この講義で扱ってもいいとは思うんだけども、それをやってしまうと他のことが全くできなくなってしまうので、やりません。だから、そういう意味では、この証明難しいと思っててください。この、例えば90分で紹介できるような感じじゃなくて、これ紹介しようとすると多分ですね、5回分ぐらい授業を、のコマを必要とするので、まあ、それはちょっとやめようかなと思います。はい。ですけども、まあ、これはですね、有名な事実というか、非常に重要な事実として、この、ま、離散数学の中では知られている、離散数学とか離散数学の中では知られている結果で、で、まあ、これを使うとですね、次のことも言えます。これですね。n-2k と n'-2k プライムの大小を比べましょう。先ほど k 分の n とかですね、それ比が出てきたんですけども、ここはま、ちょっと違うパターンの数値です。で、それを比較しても大小関係があると、実は、そのクネーザーグラフ間の、順動計算の存在性に関する結論が一つ得られます。KGNK から KGN'K' へ、順動計存在しませんということが言えます。まあ、これ、下はこれ一つ例で、左側は、N が6、K が2の場合のクネーザーグラフです。で、右側は n が5、k が2の場合だったんですね。で、この n-2k っていうこのパラメータを計算してみると、左側はこれ 2になります。2になります。で、右側はこれ1になります。で、2と1を比べると2の方が大きいので、順当結果と存在しないと。いうことになります。言いたいことはいいですか？まあ、これを今から主張を、証明していくんですけども、どうやって証明するかというときに、先ほどのその難しいと言っていた、この染色数、クネーザーグラフの染色数が n-2k プラス2であるということを使ってきます。でしょうか。じゃあ証明するんですけども、まあ、こんな感じですね。配理法でやります、ね。だから、まずこの過程は、満たされているんだけども、結論が正しくない。つまり、順度計算したことが存在すると仮定します。で、そうすると、先ほど言った通り、このクネーザーグラフの染色数っていうのは、n プライムマイナス 2k プライムプラス2以下。まあ、本当はまあ等しいんだけども、まあ、ここで使うのはこの不等式なので、これ不等式で書いておきます。もし言うと、このクネーザーグラフ、n プライム k プライムの染色数は n プライムマイナス 2k プライムプラス2以下なので、この頂点数を持つ、完全グラフに向かって順動計算が存在します。こんな感じです。で、そうすると、上の仮定と合わせると、この KGNK から KN プライムマイナス 2K プライムプラス2に向かっていく順動計算が存在するということが、この矢印の推移性からわかります。いいですね。ってことは、この KGNK っていうのは N プライムマイナス 2K プライムプラス2色で塗れるわけです。KGNK の染色数は n プライムマイナス 2k プライムプラス2以下なわけですね。で、ここでこの仮定を使うと n プライムマイナス 2k プライムっていうのは n マイナス 2k よりも真に小さい。ということになります。真に小さいですね。真に小さい。なので、解 KGNK っていうのは n マイナス 2k プラス2よりも真に小さいです。で、染色数っていうのは整数なので、n-2k プラス2より真に小さいってことは、この染色数は n-2k プラス1以下なわけです。いいですか？整数だから。そうすると、これは、この解 KGNK が n-2k プラス2であることに矛盾するわけです。まあ、これはその先ほど言ったその難しい定理なわけですね。
これと上に書いてあることはこれ両立しませんから、つまりこの仮定が間違っていたということになります。よろしいでしょうか。いいですか。はい。で、だからまあ、これはですね、おそらくこの純度計の存在性は、この、クレーザーグラフの染色数を使わずに証明する方法、多分知られてないと思うんですけども、まあ、これを使えば、まあ、証明できるという感じになっています。はい。でですね、そうだ。で、今やったのは、このクレーザーグラフ間の純度計の話をしたんですけども、今からですね、やるのは、分数染色数って、話がもともとあったんですけども、代表的なグラフに対する分数染色数をお知らせします。で、まあ、代表的なグラフっていうのは、まずその前に、分数染色数なんだったかっていうと、これですね。G の分数染色数といったら、その G から KGNK に純度計画像が存在するような、N と K を見たときの K 分の N の最小値です。ということでした。ですね。で、これが何なのかってことを、このいろんなグラフに対して調べていきたいんですけども、まあ、いろんなグラフといって、この授業で出てくるのは大体完全グラフと奇平路であるということですね。で、それはその2つやってみましょう。はい、で、まず完全ですね。完全グラフの分数染色数は、頂点数が N だったら N です。で、これですね。で、これ証明していきます。で、下に書いてある、この青いのが、分数染色数の定義ですね。はい。で、まず、一つ目。この KN っていうものは、そもそも、この KGN1 ですね。K の部分。この二つ目のパラメータ1のところと、同型だったというわけです。で、このことから何がわかるのかというと、KN から、まず、KN じゃない、すいません。あ、KN ですね。KN から、KN、KNA、同型、純同型作動が存在するってことは、これは、まあ、当たり前というか、あるいはこの矢印の反射性って形で、2回目の授業ぐらいの時、3回目かな、の授業の時に、まあ、紹介してもですね。で、この、KN と、KGN1 が同型なので、まあ、だからもちろん純同型作動も存在するわけです。KGN1 に向かって。で、そうすると、KN から KGN1 に対し、向かって純度計算が存在するということになるわけなので、この、KN の分数染色数は、ここのパラメータですね。1N。だからこの1分の N 以下と言います。1分の N は N です。いいですか？で、ここまでで、このイコールを示すところの上階が得られました。だからここまでは上階の話です。この向きですね。この向きが得られました。で、あとは、じゃ逆向きが成り立ちますかってことを考えるので、じゃそのためにはどうするかっていうと、N よりも真に小さい、この有理数を考えます。K' 分の N' ですね。これ考えます。で、そうすると、この先ほど、前回ちょっと間違った証明しましたよというところを、言ったこの部分ですね。この、クレーザーグラフの非存在性を使うと、KGN1 から KGN'K' に向かって純度計算が存在しませんということがわかります。ですね。この今 N が、この K が今これ1なんですね。その場合を考えていると。で、この仮定っていうのはこの仮定とそのまま同じだということですね。で、そうすると、この KGN1 は先ほどそう言った通り、これは、N 頂点の完全グラフと同型ですから、この KN から KGN'K' へ純度計算は存在しないことになります。ですから、だから、N よりも小さい、形で分数彩色というか、その多重彩色ができないということになるわけですね。だから、この分数染色数は N 以上になるということが分かって、両向きの不等号が得られたので、等号になって証明が終わりますということになります。よろしいですか？まあ、これはですね、もともとのこの、分数彩色とか分数彩色を定義するときに使った、多重彩色とかですね。まあ、そういうものを、思い浮かべていただくと、まあ、ここまでする必要なくて、もっとなんか直感的に、そうに違いないだろうということはわかるかもしれないんですけども、まあ、一応ここではちゃんと証明したということになります。はい。ではですね、もう一つ。気平路の方ですね。はい。で、そう、だからこの部分を準備しているときに、さっき間違いに気づいたんですけど、間違い置いといて。気平路ですね。C2K プラス1。だから、頂点数 2K プラス1の、平路です。書けないかな。書
書いたつもりだけど書いてないんで、もう一回書くと、だからこんな、頂点数5の A 論のときには、これは K 割ですね。こういうことになります。で、それの分数染色数は、2プラス K 分の1です。はい。実は、このパラメータで、この2プラス K 分の1っていうのは、前々回だった、塩彩色ってのがありましたので、塩染色数ってのがありますけども、まあ、それと実は同じ数値になってます。同じ数値になってます。ので、実は、まあ、その塩染色と分数、塩彩色と分数彩色を考えるときには、実はこの奇平度っていうのは同じような振る舞いをするということになっています。まあ、すべてのグラフがそういう性質を持つわけではない。何かというと、その塩染色数と、塩染色数と分数染色数が等しくなるというような性質を持っているわけではないんですけども、奇平度の場合にはその性質が成り立ちます。で、これ証明していきましょうと思いますね。でですね、前回ちょっとある場所で、この不等式を証明しました。これ何だったかって、どういう不等式を証明したかっていうと、任意のグラフに対して、分数染色数と、塩染色数と、普通の染色数の間には、大小関係があるという事実を前回証明しました。ので、それを使います。で、この G に対して、C2K プラス1っていうのを、考えるということをすると、まあ、この不等式が出られます。で、先ほど言った通り、この、塩染色数は2プラス K 分の1だと、これ知ってますので、それを使うと。で、それによって塩染色数が2プラス K 分の1以下であるということは言えます。で、ここまでが塩染色数の上階です。ですか。で、あとは、これよりも小さくなれませんよと。2プラス K 分の1よりも小さい形で、分数彩色というか、まあ、多重彩色できませんよってことを言うということになります。で、そのために、基準動機法則を使うってですね。で、ここで間違いです。で、ですね、この、奇平路の、独立比と、クイーンザーグラフの独立比っていうのを比べます。で、独立比って何だったかというと、頂点数割る、分の、独立数、最大独立集合の予想数でした。で、奇平路があったときには、最大独立集合の予想数は K です。例えば、このグラフの場合には、2つ頂点を選んで独立集合を作れますけども、3つは選べないということですね。だから、分子は K で、分母は頂点数だから 2K が1。という、独立比が得られます。で、一方で、クネザグラフの独立比は、これ前回やったんですけども、N プライム分の K プライムになります。はい。なので、このですね、比に大小関係があると、これですね、この比準の傾向台の、この結論の部分が否定されるので、で、なおかつ、クネーザーグラフは頂点階なので、この G から H に、順動傾向度があるという前提が覆ります。つまり、C2K プラス1からクネーザーグラフには、順動傾向度存在しませんよということになります。で、今、これは、独立比の大小関係を書いてるんですけども、この部分を書き換えると、また、分母と分子を入れ替えると、K 分の 2K プラス1は、K プライム分の N プライムより真に大きいということですね。つまり何言ってるかっていうと、で、これです。この左辺の方、K 分の 2K プラス1っていうのは、これですね。この2プラス K 分の1、これ等しいわけです。で何を言ってるかというと、つまり、この2プラス K 分の1よりも小さな有理数を使って多重彩色を行おうと思っても、順動傾向度ありませんから、できませんよということを言ってるわけです。だから、この K プライム分の N プライムって形で、分数、染色数は書けませんというか、K 分の 2K プラス1よりも小さい、有理数に分数染色数はなり得ませんということがわかる。つまり、分数染色数は2プラス K 分の1以上です。ということが分かる。ということになりますね。で、ここで両向きの不等号が得られたので、等しくなるということが分かりました。ということになります。よろしいでしょうか。いいですか。すいません。前回たくさん間違えてます。まあ、前回だけじゃなくて、毎回間違えてます。よく間違えるので、ここ間違ってるんじゃないかっていうところだったら遠慮なく言ってください。すいません。はい。よく間違えますのでね。はい。だから、私が間違えるもんだと思ってください。教員ってそういうもんなので、まあ、教員ってそういうもんって言っていけませんね。研究はそういうもんなので、だから、話してる人の
ことをですね、あんまり鵜呑みにせずに、自分で考えてこれおかしいなと思ったらちゃんと言ってもらう方がいいなと思います。はい。で、これはですね、奇平路の分数染色数でした。で、ちょっと、これは、まあ、補足的なことで、ここの文脈とはと関係がないんですけども、先ほどですね、このクネザグラフの染色数を定めるのは難しいって話をしたんですけども、実はその円染色数を定めるって話は実はもっと難しくって、それはですね、最近まで、まあ、10年ぐらい前まで解決してなくて、それは、まあ、10年前解決して、実は、クネザグラフの円染色数っていうのは実は染色数と等しいです、ということが、まあ、10年ぐらい前のことを最近と言っていいかどうかわかんないんですけども、まあ、その最近に分かったと。先ほど言ったその、だからこの、N-2K プラス2と、染色数が等しいっていうふうに証明したのは、これ、ロバースだったっていうふうにさっき言って、これが78年だったんですよね。だからそれに比べて、この円染色数が N-2K プラス2であるってことを、証明するのには、すごく長い時間を要して、まあ、2011年にようやく分かった。だから、まあ、ここまで、これにたどり着くまでですね、もういろんな研究者が割と苦労したんですけども、まあ、最終的には解決して、正しいというか分かったと。ことになってます。まあ、このチェンが初めに証明したんですけども、まあ、その後も、いろんな証明、というか、その証明がだんだん、簡素化されてきました。まあ、このロバースの方の、この染色数の証明もですね、初めちょっと難しかったのは、だんだん、簡素化されていって、今に至るんだけども、まあ、今に至ったその状況を説明しようと思っても、多分、5回分ぐらいの授業がいるかなっていう感じがします。あ、でも、それやったら3回ぐらいでできるかもしれない。すいません。まあ、いいや。で、まあ、いずれにしてもですね、この証明は難しいというか、まあ、この講義でやるには時間が足りないので、事実だけご紹介するという形にしておきます。はい。で、ここまでが前回の残りになります。で、一応ですね、今日の、ここからの予告の話もしていきます。ここからの予告は、順動系の構造を調べるために、グラフの演算というのを扱います。なんか2つのグラフ、G と H っていうのがあったら、その和であるとか、積であるとか、類乗っていうものを考えます。で、まあ、この、演算を通して、その、順動系というものがどういう性質を持っているのかってことを調べていくっていうのが、この後の話につながっていくので、まずはこの3つの演算をご紹介して、それがその順動系とどういうような関係を持っているのかってことを、この休憩の後でご紹介しようと思います。はい。では、1分半の休憩をまずここで入れようと思います。はい。では、休憩します。はい。それでは休憩1回目を終わりにしたいと思います。ちょっと1分半の休憩は短いような印象を受けるし、実際短かったような気がするんですけども、まあ、ちょっとあんまり休憩ばかりもしていられないので、進めていこうと思います。はい。ではですね、今日の内容になります。このグラフの積と順動系という話を進めていきます。でですね、ちょっとスケジュールの話なんですけども、
今日はこれですね、席と順同期なんですけども、その後のちょっと構成をちょっと変えて、次回、この小と引き込み、で、その次、グラフのコアって話をして、今度はですね、次回、頂点改正と順同期の関係の話をしようと思ったんですけども、その話、ちょっと割となんか前半の方でたくさん出てきて、もしかしたらする必要はなくなるかもしれないので、まあ一応今のところここに入れてはいるんですけども、もしかしたらこれは飛ばすかもしれません。で、まあ飛ばす場合には、まあ下の話がちょっと上に持ち上がってきて、最後のところでちょっとまた違った話をするってことになるかもしれません。ちょっとそれはちょっと今、考えながら、授業の構成考えながらいろんなことを、組み替えたりしているので、まあ次回はその話になるということにします。はい。ちょっとスケジュールが変わってきますので、よろしくお願いします。で、今日は、そのグラフの演算を楽しむ話していきます。で、まあ、これ一つずつ順番に紹介していくんですけども、今日はですね、割と、有効グラフを扱います。まあ、前回までは割となんか無効グラフが、主役だったんですけども、まあ、今日無効グラフも扱うんですけども、無効グラフとともに有効グラフも、ちゃんと扱うことになるので、区別する必要がある場合は区別します。で、単にグラフといったらそれは、まあ、有効グラフでも無効グラフでもいいというふうに思ってください。はい。じゃあ、まずその順番に、グラフの和という話。あ、そうだ、もう一つ、重要なことがあって、ですね、そうか、で、この目次を見て言うんですけども、今日はですね、あんまり証明しないつもりでいます。なんか、割と細かい話があったりするので、で、細かい証明は、一番最後に、このスライドではまとめて書いてあるんですけども、それ自身は、授業でも紹介しませんし、補足動画とかっていうのを作って、その中で、紹介するってこともしません。ので、それは、ただ単に飛ばして、スライドだけに現れると思ってください。で、もう一つですね、この情報的グラフと染色数という部分があるんですけども、ここまで今日たどり着かない可能性があります。で、たどり着かない場合、この情報的グラフと染色数というところは、補足動画、で、扱うって形にしようと思います。まあ、なんか、今後の話とはあんま影響がないというか、まあ、重要なトピックではあるんだけども、今後の話とはあんま関係がないので、このところたどり着かなかったら、補足動画で、扱うという形にします。で、そういう形で、この上の3つの部分に、重きを置いて進めていきます。はい。で、まず和なんですけども、ですね、二つグラフがありまして、まあ、向こうグラフの場合は、ね、G と H があって、その和というのを考えます。で、和を考えるときには、その二つのグラフの頂点集合は共通の要素を持たないということを、まあ、仮定しておくということにします。で、そのときに、ここに書いてあるような形で、グラフの和、サムというのを定義します。で、サムは、まあ、この G プラス H と今後書くんですけども、それ何かというと、その、頂点集合と偏集合を定めることで書きます。で、頂点集合はただ単に、グラフの、頂点集合の和集合、合併になる。で、偏の集合も、元々の2つのグラフの偏の集合の合併、和集合になるという形で定義します。で、今、有効グラフに対しても同じように定義します。はい。で、下に書いてあるのがその例ですね。まあ、これ気分ですけども、気分だと、これ本当に例ですけども、この G というグラフがあって、H というグラフがあったら、G プラス H っていうのは、まあ、こんな感じですね。ただ、その2つを、こう、まあ、並べたものです。まあ、下では、直感として、横に並べたものです。別に、まあ、横に並べる必要なくて、まあ、その2つを、ただ単に持ってきたもののことを指します。はい。で、まあ、これが和です。まあ、和のことをですね、なんかその、この二つが何も関わりを持たずに、並べられているので、ディスジョイントサムとっていう、そういうふうになんか、これは日本語でどういうふうに訳せばいいかわかんないです。このディスジョイントっていうふうな、形容詞をつけて表すこともありますけども、まあ、これが和です。単純な操作ですね。よろしいでしょうか。まあ、こんなものにいちいち名前をつけるなというふうに思われるかもしれませんけども、まあ、これは重要な、なんだっけ、操作です。で、そうするとですね、こういう当たり前の性質が成り立ちます。当たり前なので、証明もしないし、これ多分後ろの飛ばした証明にも多分書いてないんですけども、まあ、当たり前の性質が成り立ちます。何かというと、G プラス H と H プラス G は同型です。この下にこれ例があって、これで通じるかどうかわかんないですけど、G と H っていうグラフがあって、G プラス H、H プラス G。これは、まあ、その並べ方変えてるだけですから、まあ、これ同型ですね。同型です。まあ、これは交換性とか多換性といったりするような、この和の、この和という演算の性質です。
で、もう一つ、結合性ですね。この、なんか3つ以上のものを足すときの括弧の順番は関係ありませんよ、とですね。G プラス H を作ってからプラス K するのと、H プラス K を作ってから G を足すのと、これ変わりません、とですね。だからまあ、その括弧の付け方は気にしないので、この G プラス H プラス K っていうふうに、その括弧をつけずに書くことが、これでまあ許されるとなります。つまり何かというと、G プラス H プラス K と言ったら、これは、G プラス、G プラス H をしてから K を足してもいいし、H プラス K をしてから G を足してもいい。まあ、これどちらにしても同型のグラフが得られるので、本質は変わらないということですね。で、まあ、例えば、別にこれはですね、実は G プラス H を計算してから、プラス K、あ、じゃあ、違う違う。G プラス K を計算してから、H を計算しても、これは、またこれも同型になります。この二つの性質を使うと、これは同型、この G プラス H プラス K と同型だということがわかります。だからこれはですね、普通の、なんだろうな、実数の足し算とか、整数の足し算と同じような性質を、このグラフの和というのを持つんだというふうに思ってください。いいですか？まあ、証明はしませんけども、まあ、これは当然成り立つだろうなと皆さん分かってくれるかなと思います。はい。で、順動形がどういう関係があるのか。この G と H というグラフがあったときに、この G プラス H っていうのを作ったら、G から G プラス H、H から G プラス H に、順動形存在します。ということはこれ簡単にわかります。まあ、なんでかっていうと、この G、実際に書いてますと、実際にこの G は、G プラス H のこれ、部分グラフなんですね。で、部分グラフであったら、順動形が存在するってことは、すでに証明しているので、あそこからわかると。で、部分グラフになっているってことは、まあこれ、並べてるだけですから、それも正しいとわかる。ですね。いいですね。だからこれ正しいです。なんか証明してる気にはあんまりなりませんけども、証明書こうと思えばちゃんとできます。でも、まあそこまでする必要もないと思うので、まあこの形の結論にしています。これいいでしょうか。まあ当然成り立つよねって感じがするんですけどね。まあだんだん、今日の話、だんだん当然だと思うレベルが、揺らいでいくので、まあ初めの和はですね、割と簡単なんですけども、で、次の話。もう一個ですね。ちょっとこれはちょっとややこしいですけども、何かっていうと、もう一個ですね、G と H の他にも X というグラフがあるとします。で、G から X に順動形があって、H から X に順動形があったら、G プラス H から X にも順動形があります。で、これ、図を見れば、まあ、そうだろうなってことは思うので、図を見てみます。今ですね、これ X ってグラフがあって、左に G、H があります。で、赤いのは、G から X での順動形作動。だから、例えばこれ F としましょう。だからこれが、順動形で、G っていうのが H から X への順動形としましょう。こんな感じになってる。で、この時に、この、例えば H として、この G プラス H から X への順動形を作れるわけです。で、それは、この図の通りで、この赤と青をそのまま、この H で使えばいいわけです。ただ実際どういうふうになるかっていうと、HV っていうのは、どう書けばいいかな。V が、G の頂点であれば FV で打つ、F で打つと。で、V が H の頂点であれば G で打つ。ということにしてあげればいい。で、そうすると、この H っていうのが G プラス H から X への順動形作動になります。いいですか？まあ、なんで順動形なのかなっていうのは、まあ、この図を見てあげれば、雰囲気でわかるかなと思います。元々の辺が、こっちの辺に移ると。いいですか？いまいちかな。まあ、こういうのももしかしたらちゃんと文章で証明書いてあるとよかったかもしれませんけども、だから、ここに書いたのは、これ順動形で、ちょっと順動形と漢字書くのが面倒なんで、順動形本文と書いておきますね。両方とも順動形で、で、この時、H も順動形作動ですと。
というか、まあ、これは証明の概略です。全体的にはこれ証明の概略です。概略、漢字で書く。概略ですので、まあ、この、方針に従ってあげればちゃんと証明できます。はい。で、ここまでが和の話でして、最後にちょっと記号のことを言っておくんですけども、先ほど言ったみたいに、この中に実数の足し算とか整数の足し算と同じような性質を持っているので、まあ、そういう記号をこのグラフの和に対しても使うことがあります。例えば、G プラス G っていうのがあったら、そうですね、2G と書く。もうなんかこの書き方でなんかだんだんもうなんか、気分が悪くなってくるかもしれませんけども、2G とか言ったら G プラス G ですよ。で、同じように、G を足し算。したら、あるいは K 個足したら、G を K 個足したら、これ KG ですね。あるいはその、違うグラフを足したら、これは、この和の記号です。シグマを使って書くということもあります。はい。なので、そういう書き方を今後することがあるので、まあ、それを見たら、このグラフの和なんだということを思い出してください。はい。で、これがグラフの和の話です。で、その、まあ、まあ、和を定義したら次は式を定義しますよねっていうような気分になりますよね。そうか。ちょっと重要なことを言わせたんで、もうそれこそ言ってます。重要なこと。一番初め。重要なことは何だったかっていうと、頂点数ですね。この G プラス H の頂点数は、G の頂点数プラス H の頂点数になります。ですね。で、これはこの定義から、定義とこの仮定ですね。からわかる。ので、だから、そういう意味で、なんかこの、頂点数も和になってるんだっていうことをちょっとまず思ってください。で、それを思っておくと、この積の定義も、なんか、は、これに比べて割とややこしいんだけども、受け入れられる気がしてくるので、そういう形で、次に積を定義します。で、ここでいきなり割とややこしなんですね。和は簡単だったので、ここでいきなりややこしになりますけども、これ積はこのように定義します。向こうグラフではここで、の定義で書いてますけども、有効グラフに対しても同様に定義しています。で、どういうふうにするか。G と H の積とは次のグラフ、G×H のことです。で、これ、ここでも、その頂点集合と辺集合を与えることで書いています。でですね、まず、G×H の頂点集合は VG×VH。なので、VG と VH はこれ普通の集合なんです。いいですね。G と H はグラフです。ですね。で、VG と VH は普通の集合です。で、普通の集合のかけるので、これは集合として直積です。VG と VH の直積です。ですから、もう一度言いますけども、G と H はグラフです。で、VG と VH は集合です。だから、このかけるっていうのはなんか同じ記号を使っているんだけども、この後ろの方のかけるっていうのは集合と集合に対する掛け算。前の方はグラフとグラフに対する掛け算なので、だからなんだろうな、C++ とかっていうような、言語とか、まあ Java でもそうなんですけども、なんだろう、演算子のオーバーロードをしているわけです。だから同じ記号を使ってますけども、違う意味なので注意をしてください。はい。で、直積です。で、ちょっと辺の方は後で見るんですけども、ちょっとまず、この、なんだっけ、例を見てみましょうと。で、例えば、ここで、大きくしていただけなかった。例えばですね、頂点、G の方の例えば頂点が、1、2、3。やるとしましょう。だから、VG が、1、2、3ですね。で、H の方は例えばですね、A、B、C、D と、なんかこういう形で、頂点が作られたとしましょう。VH は、A、B、C、D と。こんな感じですね。で、そうしたら、この G×H っていうグラフの頂点集合は、この二つの集合の、二つの集合の直積なわけです。例えば、すいません。この図は、そのなんか直積っぽいんだっていうことを示すような形で書いてるんですけど、どういうことかっていうと、例えばですね、この左上の頂点っていうのは、G の頂点1と H の頂点 A からできているので、これは 1A という頂点なんですね。で、その直積の要素っていうのはこういうその組として、順序対として書かれるっていうのが約束でした。で、こんな形になります。で、別のところ見ると、例えばですね、ここですね。ここは、G の2。G の2という頂点。で、H の C という頂点から来てますから、この頂点っていうのは、これは、2C という頂点です。ですか。だから、この直積の頂点はこういうその組になっているということをまず、念頭に置いてください。これは定義からそこになります。いいですか。
ちょっとじゃあ別のところを見ると、多分後で使いそうなところを見てやると、ここですね。ここが、2B ですね。っていうか、こういう形になる。こういうことになります。で、これが頂点です。はい。で、辺の方を見るんですけども、辺の方が何かというと、だから、この、グラフの頂点2つの組が辺であるかどうかってことを言うので、だから、ここに見ると UV とか U プライム V プライムと書いてあるんですけど、これは、この G×H の頂点です。ですね。だから、これは、この UV と U プライム V プライムって、この丸括弧で囲っているのが頂点です。ですね。あ、この G×H の頂点です。で、それが、この、グラフにおいて辺をなすのはいつかっていうと、その条件がここに書いてある。U、U プライムが G の辺であり、V、V プライムが H の辺である。ってことが必要十分条件です。で、じゃあそれをもってこれをもう一回見ましょう。ちょっと見ます。動いてください。で、そうすると、どうなるかというと、例えばですね、ここですね。ここ辺があるわけです。辺がある。で、それは何を表しているのかっていうと、その上の定義、今ちょっと見えなくなっている定義。大きすぎる、ここですね。ここの定義を見ると、ここの条件、ここの条件を、まあ、満たすことになるわけです。で、どういうふうになっているかっていうと、今このですね、1A と 2B を見るんですけども、この、まずこの、初めの座標ですね、座標と言ってますけど、1と2を比べます。1と2を見ます。で、そうすると、1、2っていうのは、G の辺なんです。ここですね。G の辺なんです。で、じゃあ、第二座標の方見ます。A と B。で、A と B っていうのは、H の辺なんです。ここですね。で、この二つの条件が成り立っているので、この、グラフの積において、1A という頂点と 2B という頂点の間に辺がある。こういう形になるわけです。じゃあ一方を、じゃあこの 1A と 2C を見ると、ここ今これ辺がないんですけども、1と2を比べたらそこだけなら、G で辺があるんだけど、A と C を見ると、A と C を見ると、これは H の辺ではないわけです。A と C は辺で結ばれてないんですね。だから、この 1A という頂点と 2C という頂点の間には辺が引かれないという形になります。という形で、この定義が読んで、それに従って、この直積は作られています。いいでしょうか。これ実際に皆さんもこう作ってもらうと、どんな感じかなってことがわかると思うんですけども、これはですね、大きな例を作るのはやっぱりちょっと大変だったので、こんなものの例で許してくださいって感じですね。はい。今これで伝わればいいかなと思います。で、今ですね、このまあ掛け算、グラフの積、定義したんですけども、実はですね、グラフの積っていう概念は、いろんな定義の仕方があり得ます。で、実際にあります。で、まあ、そういういろんな積の、編集があるので、それらと区別するために、ここで定義している積は、別のところでは、カテゴリカルプロダクトとか、兼論的積というふうに言われたりします。で、実はですね、今日、紹介する演算っていうのは、実は、兼論ですね。兼論。カテゴリーセオリー。兼論における、操作とか演算と深い関わりを持っていて、兼論における積の定義の仕方を、グラフの方に持ってくると、まあ、このように定義するのが、まあ、自然であるというか、いいですよっていうふうな話から、このような積を今後使っていくことになります。ただですね、順道形、の文脈においても、この兼論的積以外の積っていうのを使う場合もあるので、だからその積といったときに何を意味しているのかってことは、その時の定義にちゃんと忠実に従うと。忠実に従うというのが重要です。だから積といったらこれであると、この今日定義したものであるということでもないので、それはちょっと今後、そのなんかグラフに関する文献とかを見る場合には注意をしてください。今日はこれを使っていきます。はい。じゃあ、積の性質を見ていきます。これ先ほどの和の時と同じような感じですけども、G×H と H×G、これは同型です。で、なおかつ、この掛け算の順番ですね。G×H×K っていうのをどの順番で行っても同型なグラフが得られます。で、これはですね、
この初めの方ですね。これはなんかこの図を見てあげると、なんかまあ気分がわかると。なんかその HLG っていうのをこれ同じように作ろうとすると、なんかこれをなんかくるっと対角線に沿って回した図形ができて、あ、それはその対角線に沿って回すというような操作で動径作動が定義できるという感じになって、まあ動径かなっていう気に、まあ、なると思うんですよね。で、二つ目の方、こっちの方の図をですね、これ作ろうと思って頑張ってたんだけども、これは結局諦めました。諦めたっていうかな、うまく図に書いて使えることができないと思ったので、諦めて、まあ、これは成り立ちますよってことだけ言います。で、これ、この二つは、割とその、ちゃんと証明する必要があって、まあ、一応、後ろの方で、証明は、証明の概略が書いてます。授業では扱いません。ので、ちゃんと証明見てみたいなっていう人は、後ろの方を、確認してください。はい。だから、これはだから、そういう意味では何かというと、先ほどですね、グラフの和というのは、その実数の和のような性質を満たすんだっていうふうなことを言ったんですけども、実はこの掛け算っていうのも、この実数の掛け算、情報のような、性質を満たすんだということになるということですね。だから、そういうふうなものだと思ってください。はい。で、和と積が定義できると、実はこういうその、分配法則ですね。分配法則っていう、分配性っていうのを考えることができて、実はこれも正しいんですね。何かというと、G×H プラス K というグラフを作れます。で、これは G×H プラス G×K と同形です。で、これはですね、まずイメージを捨てるために、ちょっとこれは図を書きましたですね。G があって、H があって、K があります。で、そうすると、この、まずじゃあ、この左辺の方を作ろうと思ったらどうするかっていうと、先に H プラス K っていうのを作るわけです。だからこれ並べたもの、これが H プラス K です。プラスですね。プラス。プラス K です。で、G と H プラス K の積を取ると、この黒いのができます。こういうことですね。これが左辺です。じゃあ一方で、右辺の方は何を書いたかっていうと、G プラス、G かける H と G プラス K、G かける K を作ります。言えないですね。G かける H と G かける K を作ります。だから、まず、これですね。これ G かける H。これを作ります。で、次に、この G かける K を作ります。で、それを並べることで、しまった。並べることで、この右辺の方ですね。G×H プラス G×K を作ります。ということですね。で、そうすると、できるものはこの黒のもので同じなので、同形ですよと。という結論を得られるという図です。この図は。で、まあ、この図に書いてあることをそのまま文章にしてあげれば証明になるんですけども、まあ、これは、だから、正しそうかなってことは、この図からもわかるということですね。よろしいでしょうか。ありがとうございます。で、そうすると、この分配法則とか分配性っていうのは、やっぱり、実数の、和とか、積でも成り立つ性質なわけですね。例えば、実数 ABC があったら、A×B プラス C っていうのは、AB プラス AC と。まあ、これと、だから、まあ、同じ形なわけですね。見た目はね。見た目は同じ形なわけです。だから、そういうその実数が持っている性質を、性質、ここでも成り立ちますよということになるわけです。はい。で、そういう感じなので、まあ、その演算の優先順位は、積の方が高いとして、このカッコはつけずに、G×H プラス G×K と書くこともあります。はい。だから、今後、なんかそういう、記号がもし出てきたら、そういう風なんだというふうに思ってください。はい。で、順同形との関係をちょっと二つ述べます。これ証明するのかな？あ、これ証明しますね。これはちょっと、ややこしいかもしれないので証明します。G×H があったら、それは G に向かって、順動形あって、G×H から H に向かって順動形あります。で、これ、イメージ図なんですけども、これはまあ G と H から G×H を作っているんだけども、じゃあ、G か、×H から G に向かって順動形を作ろうと思ったら、どのように作ればいいかっていうと、実はですね、もうこの図の通りなんですね。と、何だっていうと、この、ちょっと色を変えようかな。色を変える方向ですね。どうするかっていうと、この1段目ですね。1段目にある頂点は、この G の対応するこの1段目の頂点に移します。2段目の頂点は、この2番目の頂点に移します。3段目の頂点は、この3番目の頂点に移します。で、こういうふうな形で、
写像を作ってあげる。まあ、これが、F っていうとして、VG×H から VG への写像になるわけです。で、これが実際、純度化写像になります。で、H の方に移すときも同じ感じでやるわけですね。この2列目を2つ目の頂点に移すとか、こんな感じになるわけです。で、こういうふうにすると、まあ、どちらも純度化写像になります。純度化写像になります。で、まあ、この例ではそうだなっていう感じのことは言えるんだけども、実際にいつでもそうなるんだってことを、次のページで証明します。で、まあ、記号としては無効グラフの場合と有効グラフの場合でちょっと違うので、無効グラフの場合で証明をして、有効グラフの場合も同じ感じでできますよっていう形の説明にします。では、証明しますね。で、G×H から GH に、順の計算を作るので、まあ、G の場合だけやります。H の場合も同じようにできます。ので、それをやります。だから、G×H から G に純度化写像を実際作ります。で、それはこのようにして作ります。で、その写像を今 P と書きます。先ほどのページでは F と書いちゃいましたけども、P と書くときます。で、何かというと、もう一度言うと、G×H の頂点っていうのは、組なわけです。ですね。この UV だっていう感じのこの組になってるわけです。で、組があったら、それを何に移すかというと、この G の方に移す場合には、この第一成分ですね。こっちだけ取っていく。ってことをします。で、それによって、この P という写像を作ります。それは前のページでいう、この黄色の作り方と全く同じです。全く同じです。そのようにして P を作ります。で、これはちゃんと写像として定義できているので、あとはこれが、純度計であるということを証明します。だからそのためには何を言えばいいかというと、この G×H の辺であるような、この UV という組と U'V' という組、ですね。の間に変があるとします。で、その時に、映した先ですね。それを P で映した先も、が、G の辺である。ってことを言えればよいということになります。だから、この過程からこの結論を導くってことをします。で、そうすると、じゃあまずこの仮定しますね。仮定します。で、そうすると、何がわかるかっていうと、グラフの積の定義を見てみます。で、そうするとですね、UV、U'、V' が辺であるとか何かっていうと、ここに書いてある条件を皆さんです。それはこれですね。U、U' は G の辺であって、V、V' は H の辺であるということがわかります。で、まあ、H の部分は、今後、まあ、今日は、この後使わない、この後っていうか、この次の、量では使わないんですけども、この G の方だけに着目すると何が言えるかっていうと、今、この U と U' っていうのは、この P の定義を見てあげると、何がわかるかっていうと、P、UV っていうのは U なんです。で、P、U'、V' っていうのは U' になります。その、初めの方の座標だけ取っていくわけですね。で、U、U' っていうのは G の辺ですよってことを今、上の行で言ってるわけです。つまり、UV と U'、V' を P で移したものは G の辺になりますよという結論が得られた。つまり P は純度化写像ですという結論が得られて証明が終わります。という形になります。よろしいですか？はい。ありがとうございます。で、この P っていうのは、ちょっと前のページに戻ると、こんな感じでその、第2座標を無視して、第1座標だけ取っていく。で、そういう写像なので、そういうのはですね、一般的に、遮影と呼ばれるわけです。で、この場合も遮影と呼びます。上で出ていた純度計算のこの P のことを、G×H の G への写像、遮影と、プロジェクションと呼ぶことがあります。で、まあ、この、まあ、遮影っていうのは、まあ、いろんなところで重要な役割を果たしたり、まあ、その検論でもですね、重要な役割を果たしたりする、自然な純度計算であります。はい。で、もう一つですね、紹介します。何かというと、X、これ、先ほどの、和の場合とちょっと似てるんですけども、和の場合、ちょっと和の場合のことを書くと、和の場合はですね、G プラス H から X に、違う。和の場合は、G から X、で、H から X に純度計写像があったら、G プラス H から X に順応化するわけです。こういうことを言ってたんですけども、なんかこれの X の場所が逆になっていくのが、この積の方で出てくる、この、性質です。何かというと、X から G に順応化があって、X から H に順応化があるんだったら、X から G×H でも順応化があります。って感じですね。で、これはですね、これが、下がイメージ図です。今、G があって、H があって、別のグラフ、X があります。
で、ここに G か FH がいますけども、で、ここにはちょっとですね、グレーで書いてあるのが、X から G への順動計算を、X から H への順動計算です。はい。大きくしようかな。で、ここから、G かける H に向かって順動計算を作るんですね。X からこの黒に向かって順動計算を作るんだけど、どうするかっていうと、例えば、この、じゃあ、上の頂点です。この X の上の頂点。この頂点を、この黒のどこに移すのかってことを決めるときにはどうするかっていうと、もともとですね、この、X の上の頂点は G の一番上の頂点、H の一番左の頂点に移されてるわけです。この順動計によって。で、これを使って、X は、この第一成分が、この G の移された先、第二成分が、この H の移された先になるようなところに、X は、この今作りたい順動計算像で移すっていうふうにします。何言ってるかわからないですよね。これ、つまり出るのかな。そうだ、そんな形にします。今ちょっと。で、もう一つの方ですね。もう一つの方を見ると、これは、どこに移す、黒のどこに移すのかっていうことを決めるには、まず、G ではここに移る。H ではここに移ってるということになっているので、その、交わっているところですね。ここに、移しますよ。という形で、G×H への順動計算を定義する。だから、ちゃんと書こうとすると、今、この過程から何がわかるかっていうと、F っていう、X から G への順動計算像と、G っていう X から、H への順動計算像があるとしたら、この H っていうのを今作りたいんですね。ちょっと色がちょっと違うからいけないんですけども。で、これは、G×H への順動計算を作って、これはどうするかっていうと、X の頂点、例えば V があったら、これをどこに移すかっていうと、FVGV に移します。これ、この組になるんですね。で、その初めの方は、G の頂点で、後ろの方は H の頂点になっているとですね。で、それはそのこの組みなわけです。で、そこに移すってことをします。で、そうすると、この H っていうのが、確かに X から G かける H への順の列差となるってことがわかります。まあ、だからそれは確認する必要があるわけですね。で、差像はこのように作ると。まあ、このように作ると、これは順動計になりますってことが言えます。で、実際これ多分次のページでこれ証明してるんですけども、まあ、証明の仕方は、先ほどの場合と割と同じなので、割と同じけどどういうものなのか、読んでもらえばわかると思うので、ちょっと確認してください。こんな感じですね。実際にやってますね。はい。で、ここも、重要なのは、順動計の定義と、積の定義、まあ、しか使ってないって感じですね。で、やってると。一番目に書いてるのが、前のページで書いた H の付け方と同じですね。はい。まあ、証明はちょっと、ここに書いてあるので、見ていただいて飛ばすということになりますね。考え方は先ほどの、図に書いてあった通りになります。よろしいでしょうか。で、こうだから飛ばすとね、間違えたりするんでいけないんですけども、こんな形で証明できます。はい。で、じゃあ、ここまで積の話をしたので、次、積もこんな感じです。積についてもですね。要は、G×G は G の2乗と書けます。もう、ちょっとまたこれは気持ちが悪いかもしれませんけども。で、G を K を連ねて、積を取ったら G の K 乗と書くとかですね。この積の記号を書いて、π ですね。π っていうこの積の記号を使って書くこともあります。まあ、今後こういう記号を使っていくかもしれません。はい。ではですね、あと残った時間は、やっぱりこのグラフの類似の話をして、やっぱりこの情報的グラフの話は今日できないので、この授業中にできないので、後で補足動画でやるという話にしたいと思います。ではですね、じゃあグラフの類似の話をする前に休憩をして、休憩の後でこのグラフの類似の話進めていきます。じゃあ1分半休憩をします。
あ、すいません。時間が終わってましたね。はい。では、休憩終わりにします。はい。では、質問とかいいですか？よろしいですか？ではですね、グラフの類似上の話をしていくんですけど、これが、この、操作の中では一番ややこしいものになります。もしかしたら私もよくわかってないんですよね。はい。で、まずですね、有効グラフの場合の話をします。で、有効グラフ G と H があったときに、H の G 乗っていうのがあるんですね。で、H の G 乗っていうのが、を定義するんですけども、それは、ここに書いてあるような有効グラフになります。で、これがややこしい。ややこしい。なんでこんな定義をするんだろうかと思うんだけども、まず、それを紹介します。でですね、H の G 乗の頂点っていうのは、これです。ファイです。で、ファイっていうのは、G の頂点集合から H の頂点集合への写像です。で、そういう、つまりその写像全部を持ってきます。で、このファイは別に順動形じゃなくてもよくて、写像を全部持ってきます。写像を全部持ってきます。これは頂点集合です。で、下の例をまず見てほしいんですけども、G と H がありますね。で、これは、G の頂点集合が、AB で、H の頂点集合が123なんですね。で、ここのですね、今この H の G 乗っていうグラフを作ろうと思っていて、そこの、頂点にはなんかこの番号が振ってあります、2桁の。で、これはなんかこう言ってるような写像に全然見えないんですけども、これは実はこの写像をちょっとコンパクトに表す表記法をしていて、何を書いてるかというと、例えばこの31というふうに書いてある頂点は、これは何を表すかというと、A を3に移して、B を1に移す。っていう、この3に移す、1に移すっていう部分だけを取り出して、コンパクトに3、1と書いてます。だから同じように、例えば、この2、3っていう頂点があるんだけども、これは A を2に移して、B を3に移す。っていうふうに思ってください。だそういうその写像を表していると思ってください。いいですか？で、そうすると、ここには何個写像があるのかっていうと、1、2、3、4、5、6、7、8、9個あります。ですかね。なぜかというと、A の行き先は3通りあるわけです。1、2、3。3通りあるわけです。で、B の行き先も3通りあるわけです。だから、3の3乗じゃなくて、3×3。3×3。9個の頂点がここに出てくるわけです。ここまでいいですか？その頂点をどのように作ってるのかってことですか？はい、ありがとうございます。で、そういうふうに写像を持ってきます。で、そうすると、この個ですね、この有効グラフの個は、その写像の間に矢印がありますよってことを書くわけです。その、だから、ファイという、写像と、フサイという写像の間に矢印がありますよってことを表すんですけど、それはどういうときに引かれるかっていうと、UV が G の個であるならば、ファイ U、プサイ V が H の個である。こういう関係です。で、ここで、そのように矢印を引いてるつもりなんだけども、これは私自身が作ってるので、間違って申し上げます。ので、間違っていたら教えてください。で、例えばですね、今じゃあここに23っていうのがあって、ここに21っていうのがあって、ここにこう矢印が引かれてますね。で、じゃあそれはなんでかっていうと、その、まずじゃあこう21って上の、頂点はどういう写像なのかってことを思い出すと、これは A を2に移して、B を3に移したんです。あ、じゃあ、1に移す。どうするんです ?B を1に移します。ですか？で、それで、この21から23に向かって、矢印が出てますよってことは、この21の方をファイ、23の方をプサイとして、ここに書いてある条件を満たすんですよ、ということになるわけですね。ですか？です。じゃあ、それを確認しましょう。じゃあ、今、この G のところで、この、UV が、G の個になってますよというふうにな条件を AB を取ってきます。だから今、AB は、AB はこの G の個なんですね。だから、この、この個ですね、矢印が引かれるためには、満たすべき条件は何かっていうと、ファイ A、プサイ B が、H の個であるという性質
を満たさなければいけません。でなければならない。わけです。いいですか？じゃあ実際に、このファイとサイでその条件に成り立っているということを見てみると、ファイ A は何かというと、この上の方です。上の方の写像で A は何にしたいかって、これ2なんですね。いいです。じゃあ、プサイ B は何でしょうか？今、このプサイという、写像において B は3にされます。ですか？で、実際に、じゃあ、この H というグラフを見てあげると、2、3は確かに H の、これになっているわけです。だから、この21と23っていうのをファイとプサイというふうに持ってきた場合には、この条件は満たされるわけです。だから、ここが引かれます。ということになります。いいですか？もう、この定義多分、覚えようとしても覚えられませんから、ちゃんと出てくるたびにこれというものなんだっていうふうに、見直してください。で、そうすると、このような形で、グラフが作れるはずです。ちょっと目の子でやってるんで、間違ってる可能性本当にあると思うんですけども、そういうふうに。でですね、これ注目すべき点があって、例えばですね、1、2というところを見ますね。1、2。というところを見ると、この自分自身に向かっていく子があります。まあ、自己平路とかっていう場合がありますけども。で、そういうふうにですね、この、だから、1、2、1、2、ファイ、ファイっていうのが、この子になっている。ちょっとこれは A、E じゃなくて、これ A です。すいません。これになってるっていうのは、どういうことかっていうと、この、定義のところのですね、定義のところの、このプサイがファイになってるわけです。ファイになってるわけです。で、そうすると、この後ろの部分のこのプサイがファイになってないといけなくて、そうすると、この後ろの部分のこの条件はどういうふうに読めるかっていうと、UV が G の子であったら、ファイ U、ファイ V は H の子である。で、そういう条件になるわけです。で、これはですね、とりも直さず、このファイというのが、このグラフの G から H への順動元素像であるってことと、同値になります。ですか。だから、こういうふうな、その H の G 乗を作って、この自己平路ですね。自己平路があるところを見ることによって、何が順動形であるかとかわかります。だからこの場合は、1、2っていう写像が順動形だし、1、3っていう写像も順動形だし、2、3っていう写像も順動形です。ですね。で特に、この G っていうのは、これ簡単なグラフなので、この、AB っていうのが、このグラフの子ですね。1、2とか2、3とか1、3っていうところに移されるのが、ちょうどこの自己平路に対応している。順動形に対応しているという形になっています。はい。よろしいでしょうか。まあ、こういうような、まあ、ややこしいグラフを作るんですね。で、これはですね、今、この有効グラフの場合です。で同じような形で、向こうグラフに対しても、H の G 乗っていうのを定義したんですけども、これがちょっと困ることがあって、何かというと、向こうグラフにならないかもしれないですね。この H の G 乗っていうのが。あ、これ別の例ですね。別の例はちょっとこれ飛ばして、向こうグラフに対しては、向こうグラフを有効グラフであるとみなして、この H の G 乗を作るってことにします。で、その例がここですね。で、どういうふうな、見なすかというと、こういうふうに普通の辺があったら、それを両向きの、個であるというふうに置き換えます。で、それを使って、H の G 乗を作ります。で、ここにこれ、例ですね。H の G 乗、例ですけども、今これは G も H も無効グラフです。で、それを、この上のストックで、まず有効グラフに置き換えます。こんな感じですね。置き換えます。すべての辺が、この両向きの矢印に置き換えられるという形になります。で、それで、H の G 乗を作ったのがこれになります。で、そうすると、まあ、これは、無効グラフじゃなくて、有効グラフになるんですね。有効グラフになります。で、で、実はこれ有効グラフなんですけども、注目してほしいのは何かっていうと、ここら辺の、辺っていうか、子ですね。子っていうのはこれ必ず両向きになっています。今、ちょっと横着をして、こういうその両向きの矢印を書いてるんですけども、これは、両方の向きに一つずつ矢印があることと思ってください。それを横着してこう書いています。横着してこう書いています。で、それら以外にも、この先ほど言っていたのはこの自己平路ですね。自分自身に戻っていくような部分がいろんなところについています。でですね、
まあ、このような形で有効グラフとして、無効グラフの累乗は定義されます。だから、なんか無効グラフがあったときに、無効グラフ G と H が、特に H の G 乗っていうのを作ると、それは有効グラフになっちゃう可能性があるので、そこはちょっと注意する必要があるわけですね。はい。で、今はこの例でやったんですけど、もちろん別の例でやっています。別の例こんな感じですね。まあ、この先ほどの G と H を逆にしてるんですけども、そうすると同じようにして、グラフを作ると、H を G 乗するとこんな感じになります。で、これはですね、先ほどあったような、この自己経路がですね、ないんですね。自己経路がないんですよ。で、自己経路がないと何が起こしてるかっていうと、この個があるところは必ずこう両向きにあると。いうことになるわけです。で、両向きになっているので、何ができるかっていうと、今ですね、この、有効グラフを作るためには、無効グラフの辺を両向きであるというふうになすってことをしたわけです。で、作ったグラフには両向きの個しかないんだったら、逆の方向の変換ができるわけです。で、逆の方向に変換すると、この両向きの矢印は、まあ、普通の、無効グラフの辺であるというふうになしてもいいでしょうということになります。で、こういうときには、実は、H と G が無効グラフであるときに、H の G 乗を無効グラフと見なすことができます。だから本来はここは両向きの矢印なんだけども、それを、一つの辺であるというふうに見なして、H の G 乗を無効グラフと見なすことができることになります。で、これができるのは、先ほど言っていたような、この自己経路がない場合です。どこにもない場合。で、自己経路はどこでできたかっていうと、あれですね。順動計算度が存在する場合ですね。G から H、順動計算度が存在する場合には、このような自己経路が生まれうるんですけども、で、その時にしか生まれないんだけども、この場合は実は G から H に順動計算度が存在しません。で、存在しないので、このような自己経路なくて、ないので、無効グラフとして見なせますよ。つまり、この G から H に、順の計算度が存在しない場合で、その時に限って、H の G 乗っていうのを無効グラフと見なすことができるっていうことがわかります。で、この話は今後使っていく可能性があります。ここまでいいでしょうか。これは定義です。で、ちょっとそうだ。私が何かっていうと、頂点数ですね。H の G 乗の頂点数って先ほど言ったみたいに、G の各頂点に H の頂点を割り当てるっていうその割り当ての個数なので、で実はこれは、H の頂点数を G の頂点数乗したものに等しくなります。で、そう思うとなんかこの書き方はなんか許せるような気がしてくる。気がしてくるわけですね。先ほど、G プラス H っていう和の頂点数が、G の頂点数プラス H の頂点数だということをちょっと言いました。で、先ほどちゃんと言わなかったので、よくなかったんですけども、G かける H の頂点数っていうのは実は、G の頂点数かける H の頂点数になっています。で、先ほどのなんか格子のような、見方をしてみると分かると思うんですけどね。だからそういう形で、この頂点数に関する、このなんか演算の結果と、なんかこのグラフの定義の仕方っていうのは、なんかこの、一致しているような話になっています。で、まあ、そういうふうにちゃんと、まあ、定義しているわけなんですけども、まあ、そういうふうに思うと、なんかこの、類乗、H の G 乗の定義も、まあ、自然かなっていうふうに思えてくることになりますね。なりますね。なので、まあ、こういうふうに定義すると思ってください。で、実はこれはその、県論の方、そのカテゴリーの方での、似たような、構成法から実は出てきているということになっていて、まあ、県論、この授業で やるわけではないんだけども、もし今後ですね、県論を勉強したり、あるいは今まで勉強したことがあるという人は、確かにそうだなというふうに思えるかもしれません。はい。でですね、実はこのように、この H の G 乗というのを定義すると、ここに書いてあるような指数法則が実は満たされます。これはすごいですね。何かというと、H の型に G プラス F。があると、これはですね、実は H の G 乗かける H の F 乗と同型になります。グラフとしてですね。グラフとして。で、ここでは、まあ、有効グラフの場合はちょっと扱うことにします。無効グラフの場合は先ほど言ったみたいに、その、一つの辺を両向きの矢印に置き換えると思ってください。で、同じように H の G かける F 乗っていうのを作ると、これは H の G 乗の F 乗と同型になります。
ちょっとこれはですね、なんか例を書くのも、大変ですね。大変です。ちょっとこれ書かなかったんですけども、証明は後ろの方のスライドがあります。だから、このような、そんな、自然なですね、先ほど言っていたような、その実数の指数法則と同じような法則を実は、このグラフを満たすんだってことが重要です。すごいですね。ということになりますね。はい。でですね、じゃあ、純動形とどういう関係があるのかってことを言います。で、ちょっとなんか、これを証明する時間はなんかなさそうな気がするので、証明は、じゃあ補足動画の方に上げることにします。で、じゃあここではその雰囲気だけをお伝えします。どういうふうに証明するのかっていう雰囲気をお伝えします。で、まず証明するのは何かっていうと、H と H の G 乗があったら、H から H の G 乗へ純動形作れます。まあ、ここは、この H とこの H の G 乗ですね。まあ、これを見てもらうと、まあ、実は、純動形の差がありますよってことがわかるということになります。まあ、これはですね、いろんなところに見つかるんですけども、いろんなところに見つかるんだけども、例えば、まあ、ここら辺ですね、ここら辺見てみると、ちゃんとなんか H が映る部分があるなっていうふうな形で、見つかります。で、二つ目の方ですね、これはもっとややこしくて、G×H の G 乗。これ、作ったんですね。G×H の G 乗。作ったんですけども、これ、ここから H に、こっち側ですね。こっちに純動形ありますよってことを言ってます。で、これは、先ほど、クレーザーグラフの時にも言ったんですけども、大きい方のグラフか小さい方のグラフに、純動形を作るので、これは難しいんですね。見つけるのがね。難しいんですね。でも、こんな感じで作れば作れますってことを、ちょっと今から説明します。で、どんな感じかっていうと、まあ、こんな感じです。全然説明になってないですけども、まあ、これが例で何かっていうと、これ H っていうグラフは、まあ、3頂点があるんで、その、どの頂点に移るのかってことを、この赤、青、黄色っていう色で示しています。で、その、どの頂点に移るのかっていうことの、この、純動形の行った先の色を、ここでは書いていると思ってください。で、どのように作ってるのかってことを言います。今ですね、まず、これは、G×H っていう、H の G 乗っていうグラフなので、これどういう風になってるかっていうと、G は今2つ頂点を持ってるので、その2つの頂点分のこの H の G 乗のコピーがあるんです、ここには。それは何かというと、それがどこの部分かっていうと、この部分と、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。と、この部分ですね。で、この部分が、その G の2つの頂点に対応する2つのコピーなわけです。で、下の方が、G の頂点 A に対応していて、上の方が G の頂点 B に対応していて、こういう形になってるんですね。いいですか？で、何を見てほしいかっていうと、この G×H の G 乗の中に現れる H の G 乗っていうコピー、一つ一つっていうのは、何を表していたかっていうと、これ写像を表していたわけです。例えばですね、この22っていうのはどういう写像だったかっていうと、これは、A を2に移して、B を2に移して、こういう写像だったわけです。ですか？で、今ですね、じゃあこの B の側にいる22を見たら、それはこの H をどこに移すかっていうと、この写像において、B が移る先。ここですね。ここを見て2に移しましょうと。だから22、B の側にある22は、この22で B が移す先のある、である2の色で塗りますと。ということにします。わかりますかね？例えば、この33っていうのはその A の方なんですけども、これは、写像としては、この例は良くない。例えば、この13っていう、写像が A の場合にあるので、これは A を1に移して B を3に移すという写像なんです。じゃあこの A の側にある13という頂点は、この H のどこに移すのかっていうと、13が A をどこに移すかを見ます。で、それ1に移すので、1の色である赤で見るという形にしています。わかりますか？いいですか？このようにして、その H の頂点にを割り当てるってことを、この G×H の G 乗では行います。わかりますか？いいですか？わかんないかな。だからもう少し、なんか、抽象的に書くと、この、
G×H の G 乗の頂点っていうのは、V と φ の組み合わせになってるわけです。で、V っていうのは、G の頂点で、V っていうのは G の頂点で、φ っていうのは、H の G 乗の頂点。なので、つまり、これ φ っていうのは、φ っていうのは、VG から VH への写像なわけです。ですね。で、これをどこに移すのかというと、この順道形ではどこに移すのかっていうと、5V にします。ですか。で、ファイっていうのは VG から VH の写像で、V は VG の要素なので、この5V っていうのはこれは H の頂点なわけです。ですか。だからこれで、この G×H の G 乗の頂点から H の頂点の写像は作れます。ですか。この対応で。で、問題はこれが本当に順道形なのかってことを考えると思いますけど、これは実は、なんだっけ、類乗の、H の G 乗の定義からちゃんと、順道形になるんだってことが、この後のページで証明されています。で、この部分の証明は、じゃあ補足動画で上げることにしようと思います。この今、構成法だけちょっと理解してほしいと思いますけど、これはいいですか？いいですか？良さそうですかね。証明自体はちょっとややこしいけども、この、なんだろう、H の G 乗の雰囲気を知るためには重要だと思うので、また補足動画の方で見ておいてください。はい。ではですね、授業としてはこれで終わりにして、この情報的グラフと染色数とか、今、類乗のところを飛ばした証明っていうのは補足動画で、上げておきますので、そちらの方をご覧ください。では、まとめをすると、今日はこの G プラス H、G×H、H の G 乗っていう、そのグラフに対する演算っていうのを定義しました。で、今後これを使って順道形の構造とか順道形の性質を調べていくことになります。で、次回はですね、この和や積や類乗とはちょっと違う演算なんですけども、小とか引き込みっていう、ものを考えます。で、これを使ってですね、このグラフの順道形を考える上で重要なコアという概念があるんですけども、これを紹介して、これがその順道形においてどういうような役割を果たすのかっていう話につなげていこうと思います。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。